日本でも巡航ミサイルの導入が急がれていますが、その実情は未だ解決されていません。 F-35 戦闘機に装備できる JSM に焦点を当てて詳しく見ていきますね。この JSM を装備するには F-35A 戦闘機のアップグレードが必要になる。やはりステルス性を生かした方が今後有事の際には有利になるな。最新のステルス戦闘機となるロッキード・マーティン社の E-35 に搭載するノルウェー製の航空機用巡航ミサイルであるジョイントストライクミサイルに、防衛省の予算上で2018年に22億、2019年に79億、2020年に136億、2021年に172億円が投じられている。その頭文字から、通常 JMS と略されるこの統合型打撃ミサイルは、航空自衛隊が調達している第5世代戦闘機 F-35 ライトニング 2A 型への実装が見込まれているものだが、総額のみで単価は半然としない。なぜこの JMS が注目を集めているのかというと、大きく次の2点がある。最大射程距離が約 500km にも及ぶ点。ステルス機戦闘機である F-35 ライトニング 2A 型のウェポンウェイに収まる点である。これらの性能によって、母機となる F-35 ライトニング 2A 型の高度なステルス性能を損なわずに済むことに加えて、敵の地対空ミサイルの射程距離外から運用が可能となる。いわゆるスタンドオフ攻撃を実施できるということだ。JMS は空対艦、空対地の2つの用途に対応しており、さらに本体もステルス処理が施され、低空を巡航するため、速度そのものは亜音速ではあるが、迎撃が困難なミサイルという批評もある。ただし、JMS は F-35 ライトニング2戦闘機 A 型での運用は未実施であり、機体がブロック4に対応した後でないと使用できないということがわかっている。まず、この機体のアップデートの時期も未定な状態であるというお粗末な現状だ。そうこうしているうちに F-35 ライトニング2戦闘機 A 型自体はアメリカの同盟国を中心に5000機をすでに突破する勢いで採用が続いている。しかし、検討している国は日本を含め本国ノルウェーやオーストラリアなどと今一の足並みである。それと同時に、日本では、近代化改修を施す F-15J イーグル搭載用にも、アメリカのロッキード・マーチン社製のルラスム、ロングレンジ・アンチ・サーフェス・ミサイルという対艦ミサイルを、調達する計画が進められている。加えて、F-15J イーグルには、レイセオン社製のジャスム、ジョイントエアトゥサーフェススタンドオフミサイルという名の長射程対地対艦ミサイルの調達も予定されており、どちらも最大射程が約 900km と言われている。こうした長射程の巡航ミサイル JMS が約 500km、 ルラスムとジャスムが約 900km というのは、中国や北朝鮮の中長距離ミサイルへの対抗上必須であると思えるが、それを逆に危険視するという日本の報道もある。そうした批判は、
これらの巡航ミサイルが対地攻撃に使用できる点を捉えて、専守防衛を旨とする航空自衛隊の装備であるにもかかわらず、なし崩し的に敵地攻撃能力を獲得しようとする者と国民を勘違いさせているようだ。防衛省は、中期防衛計画にのっとり、JMS の2021年度までの調達を進めている状態なのだが、昨今のこうした兵器には尖閣諸島をはじめとする南西諸島の専守防衛のためにも、それくらいの射程距離が必要だと考えているからだ。これは現行の F2 戦闘機用に国産で開発された空対艦巡航ミサイルの ASM-3 の完成が遅れた上、完成した時には射程距離が約 200km という性能結果だったため、さらに延伸を目指すため未配となった経緯も関係する。言い方は悪いが、このASM-3 開発は完全なる失敗であり、今後の JMS やルラスム、ジャスムなどの配備まで暫定的にでも役立つこともないだろう。完全に中国の戦力に対して後手に回ってしまったという税金の無駄遣いをしたとしか言いようがない。この状況を覆し名誉挽回するためには、ステルス機ではない航空自衛隊保有の F2F15J イーグル戦闘機の生存性を向上させる必要がある。北朝鮮や中国の脅威がある限り、長射程の巡航ミサイル調達は避けて通れない課題だと示唆する。この事態を虫崩し的に敵地攻撃能力獲得だというふうに結びつけ、糾弾している野党や一部マスコミは、まだまだ運用しないといけない F2 や F15J イーグル戦闘機の兵装について、代案を提示する必要があるだろう。乱暴な例えをすれば、敵兵はアサルトライフルを所持しているが、それに対して、自軍は、同等以上の射程距離を持つ兵器は、持たずに拳銃で対抗しようと言っているような状態だから、獣と木刀で戦うようなものである。確かに急所に命中すれば拳銃であっても敵兵を倒せるかもしれないが、その拳銃の有効射程内に入る前に我が敵のアサルトライフルでやられてしまう可能性の方が圧倒的に高いだろう。トルコ軍がアメリカの反対を押し切って調達したことで有名になったロシア製の S-400 地対空ミサイルシステムを中国軍も配備しているが、これは射程距離がおよそ 400km にも達する兵器だ。現状の F2 や F15J イーグル戦闘機の ASM-3 ミサイルでは有効射程が200km しかないため、この防空網を突破することは困難である。これを仮に占領した尖閣諸島などに中国軍に持ち込まれてしまえば、奪還作戦は事実上厳しいと言われている。しかし日本の国情はJMS ですら巡航ミサイルと呼んでおり、国民から攻撃的兵器と捉えられることを恐れ、それをスタンドオフミサイルという表現をして回避しているかのような状態である。航空自衛隊の F15J は星空戦闘機型の F15C をベースに開発されているが、2022年から開始予定の能力向上改修を行う。また、
ジャスム ER のような長射程の対地、対艦ミサイルなども、運用できる多用途戦闘機、ジャパニーズスーパーインターセプター、F-15JSI に生まれ変わる予定だ。F-15JSI のレーダー、コックピット、コンピューターなどは、2019年アメリカ空軍が F-15QA をベースとした F-15EX と共通化されている。また、ボーイング社のプラット・クマール F-15 担当副社長曰く、F-15JSI について、F-15EX に近い能力を持つ戦闘機になるとの見解を示している。ボーイング社は、F-15EX の短座型も構想しており、その名称が、F-15CX になると述べているが、F-15JSI は見た目こそ、F-15J と大して変わらないものの、中身は、事実上、日本版 F-15CX と言えるような、全く別の、戦闘機になると考えるべきだろう。